こんにちは、小野遥です。今回は岩手県にある私が大好きな世界遺産平泉を巡る Vlog。 いいよ。平泉に来るのは2回目です。今回は自転車で巡ってきました。最初に行ったのは2021年にできたばかりのこちら、平泉世界遺産ガイダンスセンターです。平泉にある世界遺産についてとっても詳しく学べます。入り口にあるシアターがめちゃくちゃ最高でした。クオリティ高すぎて感動なのでぜひ見てほしいです。自転車を漕いですぐ近くの遺跡へ。柳の御所遺跡です。こちらは世界遺産ではありません。平泉の政治、経済、文化の中心的施設だったと言われています。お次も自転車ですぐ近く、無料公園跡です。奥州藤原氏三代秀平が建立した寺院の跡、宇治の平等院鳳凰堂をモデルにしたそうです。この辺りにあったのかなと想像してうろうろしました。次は一番メインとなる遺産へ。月見坂という坂を登っていきます。前回は感じなかったけど意外ときつい。結構登りました。いい眺めです。ようやく中尊寺に到着です。藤原の清平によって建立された中尊寺、奥州の地に現世の仏国土を築くことが目的でした。ちびたくんにも会えました。そしてそして私が一番大好きな場所、金色堂です。嬉しくて自撮り。1124年に清平が建立した阿弥陀堂、中尊寺では唯一当時の姿のままで残っています。撮影は NG、 ぜひ実際に見てほしい。堂内には藤原氏三代の遺体と四代泰平の印が収められています。ここに四代一緒に眠ってるのかと思うと大感激なんです。時間もないので次の場所へ。毛通寺に到着しました。毛通寺は慈覚大師円仁が開山し、二代元平が造営した寺院。かつては中尊寺をしのぐほどの規模と華麗さだったそうですが、度重なる災禍でほとんどの建造物が失われてしまいました。大泉ヶ駅の立石は東日本大震災の時に8度ほど傾いたそうですが、今は修復して震災前の形に戻したそう。庭園をのんびりお散歩。境内には前世紀の伽藍遺構が良好な状態で残されています。特に立ち入り禁止にはなっていないので普通に敷地に入れちゃいます。こちらの槍水は平安時代の遺構としては日本で唯一かつ最大のものです。ちょうど少し紅葉してて最高の庭園散歩でした。次はお隣にある遺産へ移動します。
三自在王院跡です。二代元平の死後、妻が建立したと言われている寺院跡。続いての目的地は、今回一番楽しみにしていた初めての場所。少し距離があるので頑張って自転車を漕ぎます。道中ドーンと何やら大きな影が。この辺りに伝わる悪老伝説にちなんで名付けられた葛来石と呼ばれる巨石でした。ようやく到着しました。卓国の岩屋毘沙門堂です。801年、坂の上の田村麻呂が悪老を討伐した記念として建立しました。こちらも世界遺産には登録されていないのですが、暫定リストには記載されています。暫定リストとは、今後世界遺産に追加する計画のある遺産のこと。ここに記載されないと世界遺産には推薦できません。そしてもう一つの見どころがこちら。どこにあるかわかりますか？ここでした。北限の魔外仏と言われている顔面大仏です。一人なので問題なし、堂々と渡ります。各国の岩屋もいつか世界遺産になるのかなとワクワク。遠かったけど大満足。来てよかった。もっとゆっくり見たかったけど自転車の返却時間が。急いで駅に戻ります。頑張ったけど返却時間遅れてしまい、おじちゃんがおまけしてくれました。ありがとうございます。電車の時間までこちらで一休み。平泉銘菓弁慶力持ち。イートインスペースがあったので店内でいただきます。なんとお茶はサービス。自転車をこぎ疲れた体に染み渡ります。 YouTuber っぽい。くるみが入ったお餅で程よい甘さともちもち感がたまらない。まったり。お茶大好きなので特に実家にいるときはめっちゃ飲みます。餅好きにはたまらないお菓子でした。ごちそうさまでした。電車の時間なので駅へ向かいます。今回は行けなかったですが、もう一つの遺産、金鶏山を含む5つの構成資産で世界遺産に登録されています。標高 98.6 メートルの小さな丘で、特に見どころもないらしいのですが、当時は巨漢などを作る際、位置関係が重視されていたそう。今回の旅はこれにて終了。最後までご視聴いただきありがとうございました。平泉の遺産はどれも近くにあって、車がなくても自転車で回れるのでおすすめです。それでは皆様良い旅を。またのご視聴お待ちしております。